visit on our channel. Today I'm gonna be talking about wearing a mask or pretending to be someone else.HSP は人の気持ちや周りの空気を汲み取る能力に長けているため、相手の求める自分を演じたり、その場の空気を崩さないようにと自分を押し殺してしまう傾向があります。HSP は共感力が高いために、相手や周りの意見を優先してしまいがちなので、他人との境界線があやふやである傾向があります。このような自分の無意識の行動を長年続けているうちに気づくと、どれが本当の自分の姿なのかわからなくなったり、どれが本当の自分の気持ち、意見なのかわからない自分が出来上がってしまいます。会う人、会うグループや行く場所によって自分のテンションやキャラを無意識にでも意識的にでも変えるという人は HSP でなくてもいると思います。TPO は大事なので、バランスの取れたテンションの変化とかだと社会に出るのに必要だと思うのですが、そのテンションやパーソナリティ、キャラクターの差が激しかったり、極端に数が多くなってしまうと、軽い乖離という状態になってしまう場合もあります。以前紹介したカラーメンタリングで、私のメインのキャラクターは4つありました。上の2つだけでも9つあります。これらは自分の中から出てきているものなので、仮面とか作った偽装の自分とはまた違うと思いますが、私の今年の目標の一つに、自分のままでいる、無理に作らないがあります。自分で自覚しているのですが、私も会う人、その時の気分、行く場所で声のトーン、話し方、キャラがだいぶ変わります。無理して明るく大きな声でおしゃべりしている時の自分が嫌いです。可能なのかはわかりませんが、イメージで言うなら、今年はさっき会った9つのキャラを1つにというのはきっと難しいので、7個くらいにはしたいです。相手の求める自分だと思っている自分と、本来の自分の姿との差があればあるほど、心身ともにくたびれて、しまいには息苦しいと自分を疲れさせてしまうのではないでしょうか。感受性の高い HSP なら、どんな時の自分が一番心が楽で、生き生きしていて、のびのびしているかわかるはずです。子供たちと話しているとき、地元の旧友と話しているとき、大好きなペットと遊んでいるとき、同じ趣味を持つ仲間と熱く語り合っているとき、もしかすると庭で一人で土いじりをしているときかもしれません。自分が一番無理していない、作り笑いしていない、間を埋めなきゃと無駄な会話を考えているときでもない、肩に力が入っていない、心がふわふわ軽いと感じる瞬間はいつでしょうか。どんな時でしょうか。誰といる時でしょうか。その時の自分と頑張りすぎている時の自分の差を縮めていくと、息苦しさは消えていきます。私がこれまでに仮面癖や他者中心で生きること、自分を大切にすることの大切さについて学んだことを今日もたくさんシェアしたいと思います。この動画を見終わった後、あなたは自分の中にすでに持っていた自分の魅力に気づき、さらに輝けるあなたであるための一歩を踏み出したいとワクワクしているでしょう。他者中心で生きてきた人は仕事が嫌いなわけではありません。特別に嫌な人が職場にいるというわけでもありません。でも、どこにいてもなんとなくしっくり来ないんです、と生きることの漠然とした不安を訴えるのです。相手に尽くして相手を支配する、尽くす人は尽くされる人が自立しては困る、自分が我慢しながら相手に尽くすという行為は同時に相手の能力や自信を奪っていることにもなるのです。しなければならないという義務感を持って相手に尽くしていれば、尽くした人は自分の気持ちや欲求や感情を抑えるために抑えただけの分量の不平不満を自分の中に抱え込むことになるでしょう。けれどもそれは尽くす人だけではありません。尽くされる人も自分の能力を奪われて、どんどん無力にされてしまったという不満が残ります。尽くされる人は何が起こっているのかわからないけれども、奪われてしまったものを無意識に感じ取り、なぜか怒りがこみ上げてくるという場合も多いのではないでしょうか。心が疲れるなら社会や組織に合わせようとしなくていい。個人の力は社会の構造を変えることができる。その土台となるのが周囲に合わせたり、周囲の声に従ったり、他者の期待に応えようとするより、自分の感じ方を信じるということです。社会の規範に合わせないことは、社会と戦うということではありません。むしろ、
自分を縛っている諸々のものから心理的に解放されればされるほど社会と戦わなくなっていくでしょう。周囲に合わせなければならない、社会に適合する自分でなければならないという発想の方が自分とも社会とも戦っています。頑張って踏ん張るという姿が戦っている姿勢そのものです。自分を認めることを実感すると、実感が自分の価値を高め自信となる。自分の感じ方を信じ、楽になる方を選ぶことができれば一層の安心が手に入る。執着こそが不幸の根である。自分の幸せと自身のために必要だと思い込んでいるこわばりを緩め、それらのために十分なものを自分はもうすべて持っていると信じるあり方の実践がテーマになり得る。外側から離れて本来の自分でないものを無理に目指すことをやめたとき、あるがままの自分を一層高く評価することができるのです。相手の求める自分だと思っている自分と本来の自分の姿との差を縮める努力をします。努力といっても自分の心に正直になる。答えはそれだけなのです。断ることができず頼まれごとを嫌々する。好きでもない人にゴマを吸って持ち上げて作り笑いをする。相手の機嫌を損なわないよう自分の気持ちはいつも押し殺し、自分のことを後回しにする。家族や恋人、友人にはお金を使えるのに、自分のものになるとケチったり我慢したりする。自虐ネタを言っていつもジョークにしている。これらはすべて自分を見下しけなしているのと同じです。これらは自己肯定感を下げる種になります。あなたは他人にされたら絶対嫌なはずのことをあなたは自分自身にしているのです。自分の声を我慢した分、解消されなかったモヤモヤは頭の中にも体の中にも溜まっていき、いつもなんだか何にも満足しないもやっとした人生を歩いていくことになります。言えるものなら言いたいけど周りにどう思われるか。けどの前が本心、けどの後はそれを邪魔する他者中心のもう一人の架空のあなた。この時にけどの後を優先して言わないことを選択したのなら、あなたはまた自分で自分を見下す選択をしたのです。自分の心に正直に生きる、それができるのが一番ストレートで本当は一番シンプルイコールベストですよね。冒頭でお話しした会う人、行く場所によって自分のキャラを変えているのなら、誰といる時が最も自分の好きな自分でいられますか？どこにいる時が最も自分の好きな自分でいられますか？単純にその好きな人といる時間、好きな場所にいる時間を少しずつ増やしていき、反対に嫌いな自分が出る相手といる時間、嫌いな自分が出る場所にいる時間を少しずつ減らしていきます。相手や場所に加えて自分らしく荒れる洋服や格好も私は大切だと思います。無理して自分のパーソナリティにそぐわない洋服を着ていると、それだけで自分の中に自信を感じないし、十分な自分の魅力も発揮できないでしょう。すべてはシンプルなはずなのです。自分の心の声を聞いてあげる、それが何よりも自分を大切にしていることなのです。自分は何を望んでいるのか、心の中のモヤモヤの中から声を外に出してあげましょう。そうやって少しずつ自分を大切にしてあげることで自分自身を知ることになり、本来のあなたがクリアになっていくのを感じるでしょう。セルフケアやセルフラブはとても大きなサブジェクトで、私たちにとても必要なことです。もっと勉強して近い未来またこのトピックについてお話できたらいいなと思います。気になる方がいましたら今日紹介した本もぜひ読んでみてください。今日も見ていただきありがとうございました。 Thank you so much for watching. Have a lovely day. Bye.